元ユーロスター用 TMST3213 編成 e a s は2016年4月よりフランスパリとベルギーブリュッセル間を運行する廉価版 TGV の国際列車名及びサービスブランドである名称は英語の e a s をフランス語読みで文字ったもので既存の TGV から独立したフッツタリスアンテルナシオナルの子会社として運営されるすでに フランス国鉄が設立した子会社を通じて行っている、電化版国内線 TGV である大井もをベースに、国際線 TGV でも同様のサービスを目指すべく、また国際都市間高速バスであるユーロラインズやメガバス、フランス発祥の自家用車の相乗りサービスであるブラブラカーが急速に市場を拡大しているための、 対応策としてタリス社がフランス国鉄保有の TGV 車両をリースで調達した専用編成を運行することで同様の連価サービスを目指すに至った。両都市間は1日最大3往復程度が設定される。同社は e ージーの導入により乗客数が10%増加すると見込む。同社は2015年11月のパリ同時多発テロの発生以降、 乗客数が落ち込んでおり、同年の売上高は、前年比1.7%減の4億8700万ユーロだった。運行中のイジーすでに広まっている、ライアンエアーや、イージージェットなどの LCC のサービスをベースに、以下の通りとなる。公式 FAQ よりようやくパリ北駅、ブリュッセル南駅間。いずれも既存タリスの発着駅と同一となっている。これにより、 多いこと違い、駅と市街地のアクセスは、既存列車と変わらない、利便性を維持している。上下7往復の列車が設定されるが、いずれも毎日の運行ではなく、1日2から3往復である。3電圧対応編成である TGV レゾーンの2、編成。白をベースに、EG 車の緑、紫のロゴが付き、タリスとは別物である。また、 大いもと違い、ダブルデッカーではなく、全車に当車でもない。2019年からは、ユーロスターとして使われていた T、TGV、TMST も塗装変更され、イジーに投入されている。パリブリュッセル間に、格安鉄道が、登場、運輸、イジーウェブフォーム、イジー、2016年3月2日閲覧。立ち乗り1ユーロ、LCC ガンガン列車の衝撃価格破壊は、 日本の鉄道会社にも波及するか、イジーバジェットパリ、ブリュッセルトレインサービス2オファー10ユーロスタンディング、チケツ、ハット TGV レース、フランス5番の記述より、タリスセランスダンルローコスト、モービリサイズ、2016年3月3日閲覧。FR ファーストユーロスタートレインイージーリブリー4、パリ、ブリュッセルロー、コストサービス。2019年9月9日閲覧。 タリースローンチドイジー、ザニューロー、コストオルターナティブビトウィーン、ブリュッセルパリ。イジー、2016年3月2日閲覧。ありがとうございます。